山本由伸。由伸はね、やっぱりね、えぐいね。えぐいとしか言いようがないね。うん。なんかもうすでに、なんていうかな、なんかエースとしてのポテンシャルみたいなのはもうすでに持ち合わせた状態で、もうこの世界入ってきたんじゃないかなっていう。そんな気はするな。やっぱり。うん。なんかやっぱ、えぐいな。さ、なんか、最初さ、出てきた時とかってさ、絶対みんなこうやって思ったと思う。え、こんななんかこう、アーム投げみたいなして、怪我しないのかなとか、そうやって思う。絶対思ったと思う。俺も最初思ったよ。けど、やっぱやっていくうちに、なんかそれが正しいって思い出すよね。あえて結果出すと。そう思わん？ね、なんか今はダメ、なんか前はダメって言われとったものとかもさ、そういうのって結果を出していくことで、それは悪いことじゃないんだよみたいな、悪いことじゃないでっていうのをね、やっぱなんか見えるよね、そういう風に。うん、俺マジでも吉野部のね、ブルペン、なんかね、3月に1回あったメキシコとやったんかな、なんかその強化試合みたいなのあったんですよ。僕も一緒にたまたまいて、2019年ぐらいかな、20年、19年かなぐらいの時に行った時に、いやでもその時はね、マジでね、俺衝撃だった。キャッチャーの方からね、あのロッテの田村さんがさ、ブルペンで受けたやつかな、俺それさ、実際後ろで見たことあって、俺たまげたよ、俺本当にマジで、すっげえと思う。めっちゃ怖かったし、はいやと思って、これえぐいと思って、ほんまに思った。その時一番衝撃だったかな。まあそうだけ、なんかその、なんていうんかな、やっぱいろんな今トレーニングが今流行ってきてるじゃん。そういうのもあるけさ、なんかそういうのでみんないろいろ勉強してください。